皆さんこんにちは、池さんです。今日は久々にハイエースの新しいグッズをね、紹介したいと思います。それはね、こちらです。ディッディディー、ムービングベーススーパーナバー。これね、見ての通りバッテリーです。車のバッテリーなんですけども、リチウムイオンバッテリーなんですね。こちらをね、今回ね、紹介してみようと思います。さあ、まずね、世の中に、まあもう、たくさんね、リチウムイオンバッテリーのカーバッテリーって出てると思うんですけども、なぜ今回このムービングベースのバッテリーにしようかと思ったかというと、まあ実際に去年、昨年のバンタメフェスっていうフェスに参加した時にムービングベースさん出展していたので、そこでたくさん製品の説明を受けて、さ、すげえなと一目惚れしましてですね、僕今回購入に至ったわけですけども、じゃあ購入にあたって決め手になった部分っていうのを皆さんに紹介していきたいと思います。まず一つ目がここです。大容量。このバッテリーね、26っていうサイズですね。ハイエースの寒冷地仕様とかの車に標準で付いているサイズが26っていうサイズで、それと同等のサイズなんですけども、このサイズでなんと 1024Wh っていうね、大容量の電源が取れるようになるんですね。ここがね、まずね、一つ大きな決め手となる、ポイントでした。いわゆるね、バッテリーでいうとこの135サイズと同等の容量を持ってるそうです。でね、次、長寿命。だいたい普通の鉛のバッテリーって、まあ、3年から4年で交換してくださいみたいな目安説明されると思うんですけど、ムービングベーススーパーノヴァは10年、使えるというふうにね、言ってます。そうすると、正直ね、イニシャルコスト、導入価格はね、結構高いです。だけど、3年、4年ごとに交換していくサイクルを考えたら、長期的に考えると非常にコスパいいんじゃないかなと思って、今回ね、購入の決め手の一つになりました。でね、次。これがね、僕ね、一つすごく気に入ったポイントだったんですけど、なんとね、このバッテリーモニターっていうこのアプリを使ってバッテリーの状況をアプリで確認することができるんですね。どんな風になってるかっていうと、こんな感じですね。こうやって残容量、それから今のね、電圧の出力とかね、こうやって Bluetooth でダイレクトにつながって見ることができるわけですよ。今僕のバッテリー現状ね、43%、 ちょっと少ないね、早く充電しないと。で、13.12V 出力してますってことで、下見てください。見えるかな？ローパワーって出てるんですね。なんで、早く充電してくださいっていう目安になります。さらに、自分で設定できるんですけど、例えば、残容量が 20% とかになったら、アプリでね、教えてくれるんです。バッテリーがもうないから早く充電してみたいな感じで、プッシュ通知来るようにとかっていう風に、設定もできるので、すごくね、便利。今までって、運転席のメーターパネルのところに電圧のね、レベルゲージとかついたと思うんですけども、それよりもね、もっとね、細かい情報が取れるようになるので、これすごい便利なんじゃないかなって思いました。なので、これもね、また購入するときのね、決め手の一つですね。で、もう一つはね、これリチウムイオンバッテリーの特性でもあるらしいんですけども、低速域から中速域のトルクが上がるっていうんですね。まあ、ハイエースのエンジンってそんなにパワーがあるエンジンではないので、この辺、グッとね、パワーが上がると、僕たちね、ドライブするとき少し楽になるかなと思ったので、そこもね、期待しています。で、まあ、皆さんもね、よくご存知だと思うんですけども、リチウムイオンバッテリーの弱点として、寒さに弱いっていうのがあるじゃないですか。実際にリチウムイオンのポータブル電源とかを使ってバンライフされている方たちで、冬、寝るときに電気毛布の電源として取ってたのに、夜中になったら寒すぎて、ポータブル電源の方が落ちちゃって、使い物にならなかったみたいなことをたくさん聞いたことがあるんですけど、このスーパーノヴァは、なんと動作温度が、-30°から80°っていうね、すごい広いレンジで保証されているんですね。実際に冬の北海道でテストされているそうなので、-15°の環境でも問題なくエンジンスタートできましたっていうのをきちんとね、動画でも見せてもらったりとかしたので、まあ僕らみたいに
冬ね、雪国に住んじゃってたりとかすると、まあ毎朝マイナス5度とかね、の日とかってあるんで、そこでエンジンかかんないとかも致命的じゃないですか。だけど、このスーパーノヴァは全然マイナス15度でも余裕でエンジンかかるっていうのも見せてもらったので、まあ僕らも安心してこれだったら使えるかなっていうのが、また大きな決め手の一つになりましたね。実際に、今回の冬では、もうね、この商品が届いた時には、結構ね、暖かくなっちゃってたんで、検証ができてないんですけども、次の冬ね、また雪国に住むので、その時に、またね、レポートできればいいなと思ってます。ここはすごく期待してます。さあ、その他にもね、たくさんメリットがありますので、ここにバン！一覧出してみたいと思います。これだけね、まあ、このリチウムイオンバッテリーのメリットというか特性がたくさんあるんですけども、この中から気になったのをいくつかね、ピックアップしてみますね。まずね、軽量化、電圧安定化による燃費の向上っていうことが書かれてるんだけど、まあさ、ハイエース 4WD2700cc ガソリンってさ、もうめっちゃ燃費悪いんだよ、正直。90年代のアメ車かってぐらいね、燃費悪いなって感じてるので、ここがバッテリーを交換することで、まあ、少しでも燃費良くなるんだったら、これはね、僕的にはものすごい期待したいところですね。さあ、そして今回は、普通にバッテリーを交換するだけではなくて、エンジンをオフにしてる状態でも、車のバッテリーからも電源が取れるようにしたいなっていうふうに考えたので、今回はこういうグッズを一つ追加します。じゃん、こちらです。これね。もう見ての通り、シガーソケットですね。こちら側を直接バッテリーにつないで、バッテリーからダイレクトにシガーソケットを取れるようにしとこうと思います。こうすることで、エンジンを切った状態でも、ここにインバータをつけることでね、常時電源が取れるようにしてみたいなと、そういう加工をね、加えてみたいと思います。今回用意したインバータはこちら。ベステック製のね、300ワットのインバータですね。なんで300ワットにしたかっていうと、通常車のシガーソケットかに挿してこうやって 100V を取れるようなインバーターで、だいたいね300ワットまでにしないと車の方のヒューズが安全放送値ね、ヒューズが飛んでしまうんですね。なので300ワットまでにした方がいいですってアドバイス受けたので、外付けするんですけども、一応安全のため300ワット今回は使ってみようと思います。はい。というわけで、この後実際にバッテリー交換をしてみたいと思いますので、その作業の様子をご覧ください。Here we go! さあ、では早速バッテリー交換やっていきたいと思います。ご存知だと思いますが、ハイエースのバッテリーっていうのは、ここね、助手席のシートを跳ね上げて、ここにバッテリー入ってますので、これを今ついているものを取って、そして今回のムービングベースのスーパーノヴァをね、入れ替えていくという、そういう作業をやってみたいと思います。Here we go。では行ってみましょう。まず、ここは何ミリだ？ 10 ミリか？バッテリーを交換するときは必ず、マイナスね、黒側から外すようにしてください。これ要注意です。よーし。はい。外せました。めちゃくちゃ重たい。これね、100B23R っていう形の大きさのバッテリーですね。23っていうのは大きさで、次にここにまたスーパーノヴァを収めるんですけども、今回は26っていうね、ちょっとね、大きいサイズのバッテリーになります。収めてみましょう。一回り大きいバッテリーなんだけど、全然軽いです、さっきより。まるで重さが違う。もう非常に軽い。がっちり固定しました。さあ、次バッテリーの配線取り付けは先ほどと逆。赤を先につけてから黒をつなげていきます。行ってみましょう。これね、この接続部分ももう純粋な銅を使って、いわゆるなんていうの、その無駄な抵抗をね、なくして作ってるっていう、そういうとこまですごく配慮されてるバッテリーです。で、この時に、今回ね、これね、シガープラグをね、直接取り出そうと思ってるので、ここの、ネジの部分にね、かましていきたいと思います。
ここですね。ここにシガープラグ用にプラスを取ります。しっかりと締め付けておきます。じゃん、取り付け完了。無事、バッテリーの方交換できましたので、早速バッテリーモニターチェックしてみましょうか。これですね、このアプリ。でれ、OK。この状態でエンジンをかけてみたいと思います。さあではかけてみましょう。バッテリーモニター、これからね、充電をしていくと思うので、まだ 43% のままですが、こちら見えるかな？エンジンかけた時に少し電圧の変化が、ログに残りましたけども、こんな感じで、常にね、バッテリーの状況をチェックできるので、Bluetooth で繋がったこのモニター、バッテリーモニターできるっていうのも一つ面白いですね。さあ、バッテリーから直接引っ張ったシガープラグは、こんな感じでね、後ろ側に、取り出せるようにしました。なぜかというと、車中泊をした時に、エンジンを切った状態で後ろ側で電源が取れるようにしたいので、後ろ側に電源を引っ張ってみました。実際に繋いでみます。スイッチ、オン。インジゲーターついたので、通電しているということですね。これまたじゃあ、早速、車中泊の時に試してみたいと思います。ここで、オフ。こんな感じで、シガープラグの方は使わないときはポケットにしまっておこうかと思います。さあ、無事に交換作業終わりましたので、今度はですね、実際にね、車中泊に行って使ってみようと思います。今回の車中泊では、エンジンは切るんですけども、イグニッションはオンにした状態で、カーナビのね、DVD を使って映画鑑賞してみようと思います。なので、だいたい2時間ぐらいの映画を見て、それから車内のね、照明とかもそのまんま、車のバッテリーでつける車内照明を使うので、それと、2時間の DVD を車の中で鑑賞した時に、どのぐらいバッテリー消費するのかなとかね、その辺をね、検証してみたいと思います。それを、さっき紹介したこのアプリとかで、実際の電圧とかね、それから残容量とかも確認しながら、検証してみたいと思いますので、ぜひご覧ください。先ほどのエンジンパワーが向上するよと、アップするよという話なんですが、だいたい1時間ちょっと運転してみて、ああ、気づいた？何か。感じました。何がかっていうと、80キロぐらいで走ってる時に、すごくね、パワーのゆとりを感じるというか、これ私の肌感覚みたいな話にはなるのですが、確かに、すごくね、トルクフルになった。すごくこうグイって押してくれるような感じがする、運転してて。だから嘘じゃないと思う。確かにこうグーンってね、少し力持ちになった感じがする。以上、ムービングベーススーパーノーバーレポート。そう言わなきゃいけないの？もちろん。スーパーノーバー、違う、スーパーノーバー、スーパーノーバー、全然言えてない、全然言えてない。妻ね、今回そのスーパーナーバーなんだけど、アプリを使うと、はいはい、Bluetooth でね、バッテリーの状況をね、見れるのね。それがこれ。あ、これだ。うん。なんか 13.59V? 今の出力ね、電圧をモニタリングしてるし、100% って書いてあるでしょ、うん、これ、今のバッテリー容量なの。つまり、今マックス充電されましたっていう状態。うんうんうん、わかりやすくていいね、これ。すごくわかりやすくて、ね、安心。実はこれ取り付ける前に動画を撮ってるんだけど、その時、うん、バッテリーの容量が 43%、半分以下だったんだよ。早くチャージしてあげないとと思ってたんだよね、うんうんうん。で、今日初めてドライブしてきたでしょ、うん、わずか1時間ちょっとの高速走行で 100% まで戻ったの、うん。すごい。早いね。早い。約半分を1時間の充電で、あ、ドライブで充電しきっちゃったってことはね、うんうん、このバッテリーって 1000Wh の容量があるのよ。これから、電源も取ることができると。ポタ電みたいな。そういうことね。でよ、俺たちが持っているポータブル
電源って例えば10日間の旅とかやってる途中で、うん、ポータブル電源の充電をするチャンスあるかっていうと、うん、実はないんだよ。俺たちソーラーも積んでないから。ないでしょ。ところが車のバッテリーである以上、うん、走行充電っていうのをしてくれるから、あ、常にチャージしてくれてる状態なのよ、はいはい、するとよ、車中泊の間これから電源を取ったとして、うん、で残り 20% になっちゃいました、うん、みたいになっても、うん、走行しているドライブしている間にまた走行充電してくれるから、うん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 、まあ多分2時間も運転すれば、うん、あのフルチャージしてくれるわけよ。じゃあ充電しなくていい。そういうことなんだよ。その心配がいらなくなるって、うん、ちょっとねそういう考え方をすると、うん、ポータブル電源持ち歩くよりも、うん、実はすげえ便利なんじゃねえかなと思って今回買ってみたわけなんですね。はい、うん、いや確実に便利だよね。それはもう少し中長期的な旅をしたり、あるいは暮らされているタイプのバンライファーの人たちは車のバッテリー自体をリチウムイオンにすることで、うん、ちょっとね普通のバッテリーよりも大容量になるわけよ。それだけでこれも活用したらもっとバンライフが楽になるっていうかね、快適になるんじゃないかなってね、うん、思ったんですよ。妻いい買い物だったでしょ。いい買い物。しかも結構ね最近やっぱ電気を使って便利に車中泊するのが主流になってきたから、うん、途中でチャージしなくていいっていうのはものすごい旅において重要なポイント。そうだね。そのサブバッテリーみたいなシステムを組まなくても、うん、まず手軽に安定的に電源供給を取れるバッテリーがあるっていうのはすごい安心だよね。安心。ここで注意。ポータブル電源って、うん、純制限波ですってよく書いてあるでしょ、うん、これがね時にね、大事だなって気づいたんだけど、俺が今回買ったインバーターね、うん、安いやつだからね、うん、制限波ではないらしいんだよ。すると、うん、うちの電気毛布使えない。あ、そうなんだ。これってさ電子制御でしょ、うちの電気毛布って、うんうんうん、あ、そうだそうだ。電子制御の機器は、うん、使えないの。そのインバーターの種類制限波でないと。へー、あ、そんなのもあんの。そういうこともあったりするので。わかりにくい。難しいね電気ってね。難しい。うん、うん、さて今夜も見て高校と電気がついてるんですけど、うん、さっき説明した通り、はい、車のバッテリーを使って、今夜夜は過ごしてみようかなと、うん、ポータブル電源持ってきてるんですが、うん、今回は車のバッテリーだけでエンジンが切った状態ね、うん、で、これね今日はね夜映画鑑賞をねあえて車のカーステの DVD を使って、うん、まあ、2時間ほど、映画を見ようかなと思いますけども、はい、実際にはい今のバッテリー残量が 95% ですね。まあだいたい映画が2時間か、うん、ぐらいあるので、これを完全に車のバッテリーだけね、エンジン当然ですけど、エンジンオフにして、それで、干渉した後、だいたい何パーセントぐらい残るのかなっていうことを検証すると、うん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 、まあ、車のバッテリーだけでも、これぐらいの過ごし方は余裕でこなせるんだぞっていうのがわかるんじゃないかなと、そういう、検証実験をね、やってみたいと思います。これ、車内灯とかね、今つけてるこの、ルームランプとかはさすがに映画の時は切るんだけど、うん、基本的には、DVD で、と、このね、15インチのフリップモニター、これを使って、うん、まあ、カーシアター。カーシアター、はい。子供たちも寝ちゃいましたので、アダルトなカーシアターを。大人カーシアター。だけど、ゴーストバスターズ。ゴーストバスターズもっとラブリーなやつ。エマニュエル夫人とかね。古いね。シャーバーダー、シャバダバダ、シャバダバダ。それが言いたいでしょ。それが言いたい。まあ、ゆっくり過ごしたいと思います。うん、カシアタ。はい、というわけで、2時間経ちまして、たくさんお酒も飲みまして、映画が終わりましたけども、では早速気になるバッテリーの残容量ね、見てみたいと思います。こんな感じです。てってれー。72%。つまり、2時間の DVD を、
干渉するとですね、だいたい 30%。 そこそこ食いますね。なのでだいたい目安としてカーナビについている DVD プレイヤーでフリップダウンモニターで2時間の映画を見るとだいたい 30% ぐらいバッテリーを使用するという感じですかね。一つ目安になればいいかなと思います。酔っ払って収録してしまってすいません。映画見てたものですから。こういうふうにバッテリーの状況ねをやはりモニタリングできるっていうのは安心だね。これこんな使い方できると思います。参考になれば幸いです。グナイ。さてもう一つ追加情報です。今日はですねビーチでお仕事しようと思いましてモバイルオフィスをしに来ました。こんな感じで、車の中でね映像編集の作業をやってみました。今ねエンジンを切ってる状態ですけども電源はこのようにシガープラグからインバーターを通して電源取ってます。この状態で今ね約3時間動画編集の作業をやったんですが、なんとバッテリーの消費量は約 30% ですね。まあ3時間ぐらいの作業で 30% なので安心して車のバッテリーを電源にねパソコン作業もできるんじゃないかなと思います。一つ目安にしてみてください。さてその後のバッテリーの状況ですけども、うちの冷蔵庫、はい、これね今バッテリーから直接シガープラグを引いているので、うん、ここから直接今 12V で冷蔵庫って電源取ってるんだよね、はい、なので同じくしてエンジンをオフにしても、うん、ずっと電源が供給されている状態、うん、なのでもう昨日からずっと冷蔵庫は動いたまんまの状態で車に乗せておくことができる、はい、これ安心でしょ。ポータブル冷蔵庫そんな電力食わないからさ、しばらく海で遊んでる間とかもさ電源入ってるのってすごくありがたいじゃない、うん、そうだ ね、こういう使い方ができるんだってことを今回考えてみた、うん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 、ああそうかそうか確かに常時通電しておきたいものをこういう形で電源が取れる、うん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 、我々家族のようなそのバンライフトリップ、うん、毎日毎日さ移動するようなトリップするじゃない、うんうんうん、そういう旅の仕方をする車には、うん、車のメインバッテリーもリチウムイオンにして、うん12V 取れるようにしとくと、うんうんうん、これ便利じゃね。便利だね。夏とか本当便利だね。便利だね。これいいね、この使い方。そうだね。これからまあまた車中泊を重ねていく中で、さらに便利な使い方とか発見したらその都度紹介します。それではまた。バイ。Dude, that father is 10 and permed.